この PSP、なんかコードつないで動作確認しようとしたら、故障してました。で、これは、俺のではなく奥さんのなんですけど、なんか、長い間使ってもなければ、大事にしてるわけでもなく、なんか放置されてたので、ちょっと、オークションでジャンクで売ったらなんと2600円になりました。今でも需要あるんだな、ジャンクで。 PSP ってかなり古い携帯型ハードを、なんて言えばいいの、ゲーム機、これは見つかったらやばいぞ。ちゃったって思い出があるとも言われてないし、邪魔になってたので売りました。で、とりあえず梱包します。まず正面に段ボール当てますか。このサイズ大きさぴったしの段ボール作ります。この辺のなんかダンボールないか、この次に限って。そうか、そうか。これでいいや。これをカットして、ダンボール作ります。こんな感じで保護したら、次は、なんか、マスキングテープぐるっと巻いちゃうか。マスキングテープも持ってこないとないかな。このぐるっとぐる、2箇所ぐるぐる巻きにしちゃいましょう。マスキングテープで。とりあえず、できた。そしたら、この封筒に入れちゃうか、こういう風に。よし。封筒に入れちゃったら、よし、これで、ここで、ガムテープで固定しちゃうか。これで終わりです。あと重さ測って送料出すは完了です。はい、無事に送料連絡しました。350円、炎上案件ですよね。炎上案件、奥さんの勝手に処分しちゃうっていうのは、炎上しないでください。よろしくお願いします。